はい、皆さんこんにちは、高橋久典です。今年のドラフトの目玉、最速154キロ左腕、関西大学の金丸夢投手がプロ志望届を提出しました。そこで金丸投手の実力や、巨人への適性など久典さんに伺いたいと思うんですが、まずは金丸投手の印象はいかがですか？いや、まずプロ志望届出すのこんな早かったっけっていう感じですね。関西の方のリーグ戦が終わったりとかしてからになるのかななんて思ってたんですけど、でもそれぐらいやっぱりね、自信があるんでしょうし、プロをね、完全に意識しながらね、プレーしてるんだなっていうのを思いますね。でね、いや、いいピッチャーだなと思いますね。今年の3月にね、侍ジャパンで投げてる姿とか、ちょっとね、映像で、関西大学で投げてる、映像なんかもね、見ましたけど、やっぱりバランスがいいですし、なおかつコントロールが良くて、球のスピードがあって、キレがあるんですよね。でね、カーブ、スライダー、チェンジアップ、あとフォークとか、その辺も投げるのかな。いや、もう球種もやっぱり豊富なんですよね。いや、それ考えると、抜く方の球もかなり抜けてていいんですよ。だからそれはね、これはプロ即戦力になるだろうなっていう感じがしますね。久典さんには金丸投手の映像をご覧いただいたと思うんですが、はい、具体的にどんなところがすごいんでしょうか？両方に投げ分けられるんですよ。ストレートもね、変化球も。だから、それなかなかいないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。左ピッチャーでね、でコントロールがやっぱりいいのと、たまにキレがあるっていうことで考えると、いろんなバリエーションでバッターを抑えることができるんじゃないかなと思うんですね。で、僕なんかやっぱりたまにスピードがなかったので、球のキレ、コントロール、コンビネーション、この辺で抑えなくちゃいけなかったんですね。で、金丸投手はやっぱりそこにスピードが入るので、結構これバッターを抑える確率っていうのはすごく上がりますし、あと配球とかでね、勉強すればかなりいいピッチャーになるんじゃないかなと僕は思いますね。状態だけで投げてるから怪我のリスクは多少あるのかなっていう感じはありますけど、ある程度バランスよく投げれているので、怪我のリスクっていうのはどうだろう、少ないかなとは思うけど、でもちょっとこれやってみないと分かんないかなっていうところもありますね。今、変化球、チェンジアップの話とかもありましたが、久典さんはチェンジアップ、定評ありましたけれども、久典さんからもご覧になっても、はい、その金丸投手のチェンジアップっていうのはすごいんですか？いや、すごいですね。抜けてますね。結構抜けてる。バーンって腕振って右バッターの外にヒューッとね、僕もよくそのチェンジアップ投げてましたけど、抜けてる球が結構あるので、それだけじゃダメなんですよ。例えばね、インコースのまっすぐだけでもダメだし、左ピッチャーで長くプロで、こうやってる方はやっぱ外の右バッターの外のまっすぐがすごくコントロール良かったですね。でそこの精度が良かったので、でそれに対して抜くボールだとか曲げるボールだとかっていうのがすごくできてるピッチャーが長く、ね、今現役で、言うとしたらやっぱり石川投手なんかも、ヤクルトの石川投手なんかもね、そこのコントロールとインコースはもうボール球っていう風に使っていく球が多いんですよね。だそこの外のまっすぐっていう、右バッターの外のまっすぐっていうのはすごく重要だと思うんで、そこもしっかり投げれてるんですよね。いや、それ考えるとやっぱりかなりクオリティの高いピッチャーだなっていう風にね、プロでも十分活躍できるピッチャーの一人じゃないかなというふうに思いますね。はい。そんな金丸投手ですが、一部報道では、タイプとしてはカブスの今永投手、のようなタイプというふうに言われてますが、久典さんからご覧になってはいかがですか？に近いですかね。でももう少しこう今永投手よりこう球持ちがいいっていうんですかね。もちろん今永投手も球持ちいいんですけど、なんだ、もっとこうパワーアップさせた感じが今永投手かな。でもこじんまりしてるわけじゃないんですけど、でタイプはすごく似てるんじゃないかなというふうに思いますね。で、今永投手のチェンジアップってどっちかっていうとフォークボールに近いチェンジアップなんですよ。金丸投手はちょっとこう抜く感じの、どっちかっていうとこうスクリュー系の方に近いような感じはするんですよね。ちょっと抜き方がどういう握りとかに、どういうね、風に投げてるのかっていうのはちょっとこうスローモーションとかで見ないとわかんないんですけど、でも多分どっちかっていうとこっちサイドで抜いてるような感じですね。薬指と小指の方から抜くような。で、今永投手の方はこう挟んでるので、パッとこう、こっちの中指の方から抜けてくるっていうような、そんな感じですかね。金丸投手ですが、中日がドラフト1位で指名する模様とも言われてますが、巨人への適性度はいかがでしょうか？これだけのピッチャーだから、それはどの球団も欲しいはずですよ。
まあ、左ピッチャーが、ね、多くいるところ、まあ、ベイスターズとかそういうところは、ね、まあ、別なのかなとちょっと分かんないんですけど、でもこれだけのピッチャーは欲しいんじゃないですか、どこも。で、左ですからね。だからそれ考えたらやっぱり、まあ、ジャイアンツもね、もちろん井上春人投手とか、まあ、グリフィン、まあ、あとメンデスとかね、左ピッチャー、まあ、もちろんマテキ投手とか、何人もいますけど、でもあれだけのクオリティの高いね、ピッチャーがやっぱりジャイアンツに入るってことになると、かなり戦力がアップすると思うので、これはでも欲しいだろうなっていう感じはします。でもね、考えたらドラフト、今回のドラフトのいいんじゃないですか。豊作っていうんですかね。ね、前回、ショートのね、宗山選手なんかも紹介させてもらいましたけど、まあ、ピッチャーはやっぱどこでも、どこも欲しいですよ、やっぱり。どの球団もやっぱりね、いればいただけいいと思うので、特に左ピッチャーはどの球団も欲しいんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、前回その巨人ドラ1は宗山選手か西川選手どちらを取るべきなのかという動画配信しましたけれども、そのコメント欄でも金丸投手の評価は久々に聞きたいというコメント多かったんですね。究極の質問になるかもしれませんが、宗山選手、西川選手、そして金丸投手だ、この3人だったら久々さん誰をドラ1に巨人した方がいいと思いますか？これは難しいな。でもやっぱりピッチャーね、欲しいですし、でもショートのこと考えたらなっていうところを考えて、やっぱり他球団の情報とかもね、やっぱり探って、ね、一本釣りできれば、これももう間違いなくいいと思うので、宗山選手かな、行くとしたら、井上投手がある程度こうなんか一本立ちできた、今シーズンね、できたっていうふうに認識できれば、もう間違いなく宗山選手行くと思うんですよね。まあ、井上投手が一本立ちできてないってなれば、これは多分金丸投手行くでしょうし、僕はやっぱりね、このチャンネルはやっぱり井上春人推しですから、井上春人は一本立ちしたっていうことをね、に今シーズンなったと僕は思ってるので、でまあね、宗山選手に行った方がいいのかなっていう感じはしますけどね。まあ、これはもう本当わかんない。本当もう巨人のね、内部の方たち、もう、これはもうドラフトのね、最後の最後まで、多分駆け引きがあるでしょうし、もちろんね、水野スカウト部長なんかが、かなりのね、権限を持って、こういう情報をね、集めて、現場に落とすでしょうし、阿部監督がね、どういうふうにこう思うかっていうのもね、あると思うので、宗山選手行ってほしいな、って感じです。はい。ということでですね、今回も、ドラフト、秋のね、ドラフトのことに関して、お話しさせていただきましたけど、まあ、前回ね、宗山選手の情報をね、少し配信させていただきましたけど、今回は金丸投手、コメント欄でね、かなり金丸投手のことをね、コメントしていただいている方も多かったので、まあ、ちょっと難しいね、これ判断になるとは思うんですけど、まあでも、いいね、ドラフトにしてほしいなっていうね、ジャイアンツにとっていいドラフトにしてほしいなというふうに思うので、まあ、このチャンネルでは、久ちゃんではですね、宗山選手にどうでしょうっていうところで、はい、ということで、本日はこれまでです。どうもありがとうございました。